ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。ゆっくりしていこうか行こうよ。ゆっくりマリサだぜ。霊夢はゆっくりせずに働けよ。ゆっくりヨウムだ。ゆっくりしてくのだ。いやお前誰？今日はストパンからペリーヌを紹介していくぜ。あ、ペリーヌね。ペリーヌは可愛いのだ。いやだから誰？あの子は最近うちの隣に引っ越してきたずんだもんだ。ペリーヌのことが好きらしいから連れてきたんだ。ペリーヌの髪を嗅ぎたいのだ。さあペリーヌの紹介を始めていくよ。ストパンキャラは実在した人物がイメージモデルになってて、ペリーヌは第二次世界大戦時代、フランス人のエースパイロットである、ピエール・クロステルマンさんがイメージモデルになってるようだね。だからペリーヌも名前はペリーヌ・クロステルマンになってるな。ただペリーヌ・クロステルマンは、本名ではなく本名は、ピエレッテ・アンリエット・クロステルマンのようだな。ピエレッテがなんでペリーヌになったんだ。霊夢には教えねえ。まず働け。働いて汗を流すと気持ちいいのだ。お前ら出てくんな。ピエレッテは女のピエロって意味らしく、ペリーヌはこれを嫌ってペリーヌを名乗ってるようだ。そうなんだ。霊夢もパチンカスと名乗ったらどうだ。とてもいい提案なのだ。あのまんじゅう二人いらなくね。霊夢がいらねえ。さあ最初のシーン紹介してくよ。少佐が無事だったからよかったものの、確かにあの子は少佐のために頑張りました。全力で魔法を使って。でもペリーヌ。はい。ペリーヌも付きっきりで看病してくれたそうだな。本当に感謝している。少佐。ここは一気十話のシーンだね。坂本少佐が負傷する原因を宮藤が作ってしまい、宮藤に対して怒ってもいたね。ペリーヌは怒り狂って宮藤にビンタをかましていたな。ペリーヌは坂本少佐のことを心酔しているからね。坂本少佐を心酔しすぎていつも遠くから覗いてたり、坂本少佐が履いてあったズボンを手にした時には満面の笑みだったな。僕もペリーヌのズボンを手に入れて嗅ぎたいのだ。嗅ぐのもいいが、ズボンを頭から被るのもいいだろう。お前らは何を言ってんだ。それでこの画像ではペリーヌに耳が生えてるよな。ペリーヌの使い魔は猫だから魔法使用時とかに耳が生えるんだが、ペリーヌは坂本少佐の忠犬となっている。だからペリーヌは猫関係なく、ファンからペリーヌと呼ばれているんだ。先生、私もペリーヌを飼いたいです。まずは餌付けから始めないとな。僕もペリーヌに似合う首輪を買ってくるのだ。さあ次のシーンを紹介していこうか。女王陛下にお願いされたからには花を咲かせてみせます。ウィッチは約束は必ず守りますわ。ふん、ここでは経験がものを言うんだ。素人には無理に決まってるだろ。無駄だ。帰れ帰れ。今まで咲かせられなかった方が何をおっしゃいますの。なんだと。なんだとは何ですの。これは3期後で青いチューリップを咲かせようとしてたとこだね。ペリーヌは花の栽培が得意なんだよね。ペリーヌは故郷ガリアの名家、クロステルマン家出身であり、クロステルマン家は代々、ハーブなどの栽培技術や使用方法を受け継いできているんだ。ペリーヌはガリア出身の貴族で花の栽培もできるってことだね。霊夢は下民出身だったよな。霊夢は臭い下民の貧民。それでペリーヌは貴族出身ってこともあってプライドが高い面もありそうだね。このシーンではおじさんに少し煽られるだけでムキになってたね。貴族出身ってプライドで冷静に話してるつもりではいたんだろうがな。だが冷静さを保てないのがペリーヌである。貴族出身ながら誰よりも感情をあらわにする。これも一つの魅力であるだろうな。まあ確かに騒がしいけど、こういった一面も可愛いよね。霊夢は騒がしいだけで可愛くないのだ。このまんじゅう野郎必要か。さて次のシーン紹介するぜ。なかなかやるね。これくらいウィッチとして当然。そうかい、そうかい。なんでこのシーンを紹介しようと思ったんだ。ここはペリーヌ屈指の名シーンだから紹介しなきゃダメだろう。これが屈指の名シーン。ちなみにスレルはペリーヌで一番の名言でもあるだろう。先生、勃起しそうです。そうか、私はすでに勃起済みだ。なんでこのチャンネルには変態のキャラしかおらんのだ。それでこの放棄会では、ペリーヌは坂本少佐が使用していた放棄を顔にこすりつけてもいたな。この行動はとても理解できる行動でもあるな。僕は放棄を舐め回したいのだ。あのまんじゅう野郎なんか腹立つな。
お前もまんじゅう野郎だろ。てかもっとペリーヌのまともなシーン紹介してあげないの。ペリーヌはいじられキャラなんだ。貴族出身で見た目もメガネかけて気品高い感じだが、ペリーヌと呼ばれ、貧乳をいじられ、頭からワカメをかぶらされ、変なキャラにされる。今日はそんなペリーヌの魅力を詰め合わせたスペシャルムービーを紹介しよう。何これ？ペリーヌの良さが出ていたな。ペリーヌすれてばかりじゃねえか。先生、勃起しました。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。コメントもよろしく。またね。ペリーヌにすれないパンツ買ってくる。